というわけで、お前さんは死んでしまった。はあ。神様の手違いで死んでしまった少年が生き返った場所は異世界？スマートフォンとともに異世界での冒険が始まる。少年は神様からあらゆる能力を底上げしてもらったからだと、個性豊かな美少女たちと共にのほほんと異世界を巡っていく。異世界はスマートフォンと共に2017年7月放送開始。いつでも電話待ってるぞ。